チャンネル。どうも C チャンネルの C ちゃんと申します。よろしくお願いします。まあ、これ今撮影してるのがクリスマス前ぐらいなんですけど、はいはい、まあ、この時点ではちょっとね、あのチャンネル登録者数が1万人まだ今行ってないんですよね、はい、今あと1500ぐらいなの、はい、そう、あと1500人ぐらいなんですけど、まあでもこれをだから上げてるには行ってるとちょっと信じてるんですけど、はい、あの行ってても行ってなくてもありがとうございます。ありがとうございます。でも言ってることをもう僕ら確信してますからね。そうです、確信してます。皆さんよろしくお願いいたします。さあ、ということでこのリアクションはもうたくさんお世話になりましたし、もう完全にこの方々のおかげで僕は気持ちが若返った方の、チャンネルをリアクションしていきたいと思います。ストーンズ、イエーイ、来ました。もうストーンズといえば、カメラマントキアが大大大好きなグループでございますけども、これなんかあれですよね、ライブがもうこのチケットがどうなんですか、まだ分かんないのか、この時は。ですね、まだ分からないんですけども、分からないです。まず1月の10日に、はい、うん、アルバム、ザ・バイブスが発売される。1月10日、はい、で、あの、アンセムだったり、ね、アンセムだったりとか、クリークだったりとか、そうですよ、あの、ユニット曲なんかも入ってきたり。ユニット曲ね、キョモとね、慎太郎さんのいいよね、あれね。いいよ、あれいいよ。めっちゃ覚えてんじゃん。で、うん、その2日後、1月の12日に、はい、うん、ツアーの当選発表がありますので、もうトントン拍子で来るんだね。そうですよ。で、だってもう2月からツアーがスタートしますので。これ全何箇所とか行くんですか、これ。そうですね、全4箇所だったと思います。東京やって、きっと南の方とか西の方とか、ね、北海道とか来るの。北海道はなくて、はい、ないんだ。ないんですよ。じゃあ行くとこはどこのとこなんですか。はい、まず大阪京セラドーム。大阪京セラドーム行く、そこのあなた。まだ分かんない、まだ決まってない。分かんないのか。はい、はい、で、福岡ペイペイドーム、はいはい、愛知のバンテリンドーム名古屋、ね、で最後が東京ドームですよ。東京ドーム行きてー。行きたいっすね。東京ドームあれですか、だから、はい、応募はしてあります。応募してんすか。はい、これはいいな、俺も行きてえな。ちょっとね、行けるのかどうかも全然分かんないですけど、ライブ当日とかにさ、外で売ってる人いないかな、チケット。めちゃくちゃ犯罪です。ストーンズさんの今日はどの動画をリアクションするかというとですね、タイトル言います。ストーンズアウトレイジアス from live DVD and Blu-ray ディスク完成の法則 in ドーム2023 4月23日東京ドーム。だからこれが東京ドームなんだね。そうなんですよ。 ここにだから当たったらいけるわけですね。そうですよ。さあ、ということでこのワクワクを、噛み締めながらストーンズさんのリアクションをやっていこうと思います。Cチャンネル。さあ、ということで早速行こうと思います。リクエストもたくさんいただいてますので、ありがとうございます。はい、お、すごい、早速。あれ、なんか格好が変わってるね、いつもと。赤いいね。俺は赤大好きです。かっこいい、慎太郎さん。サングラスしてるよ。あ、この前髪がピロンってなっててもかっこいいね、慎太郎さん。このピローンって今これ、ピローンってなってるわ。かっこいい。なんかやっぱ、慎太郎さんって化けますよね。化ける。まあ、ずっともちろんかっこいいかもしれないけど、どっかのタイミングでなんか、ぐんと一番かっこいいぐらいに振り切る時があるけど、この顔とか超かっこいいよ。超かっこいい。なんかこれ、なんだろう。あ、いいね。あ、このキョモの髪色いいな。綺麗ですよね。うん、髪色いいな。やっぱでも推しのさ、やっぱさ、センターパートはさ、あ、ここにボーブルもつけてんのかな。綺麗だよな、本当にな。絶対落ちてこないよな。あ、いいね、かっこいい。北斗さん、なんかさ、サングラス率がさ高いと、この人もこの人もサングラスしてるのかってなるんだけど、みんな似合う、本当にみんな似合う。でもなかなか虚無はしないですね、サングラスね。あんまり見たことないかもしれないね。あんまり、割とこう常に顔が見えてる状態が多いかもしれないですね。うん、今回のダンスもちょっとまた今までとは違うね。結構こう集まってるのが多いね、集合的ダンス。これちなみにアウトレイジャスはどういう意味でしょうか。教えて先生。
はい、アウトレイジアスって法外なって意味があるんですけど、だからこのとんでもないというかめちゃめちゃやばいみたいな意味ですね。めちゃめちゃやばい。あ、じゃあ穴がち間違ってないね、ビートたけしのアウトレイジアスね。お前なんで来たんだってなんかやってたもん。かっこいい。なんか昔のトランプマンの衣装みたいだな。あ、そう、顔白い。そうそうそう。ジェシーさんは本当に、俺ジェシーさんってさ思ったんだけどさ、いろんな動画見てて結構歌うまいのあるんだけど、あんまりこう張りがちな声してないよね。あー、してないです。そう、熱唱系ではなく割と綺麗な感じでこの辺でね響かせてるような歌声でね、こう細かく動かすんですよ、ジェシーさんって。そう、よく聞いたらそうだった。なんかこの間 FNS 歌謡祭、僕もちょうど配信やってたんですけど、うん、はいはい、ちょうどやってて配信そっちのけで見てた、これ。僕も見てました。あ、見てた見てた。最高だったよ。最高でした。はい、このズレてく、あー、すごい、これみんな見てんだろうな。うわー、歌ってないのに。歌ってないのに。今キョモさんの眼差しとジェシーさんのこれでブワーブシャー、やめなさい。このアウトレイジアス、はい、なんで僕今日持ってきたかっていうと、おう、あのこの曲、あのシングルとかの曲じゃないんですよ。はいはいはい、はい、あのちょうど1年前に出た声っていうアルバムに入ってた声、はいはいはい、曲で、まああのね、アルバムも来週出ますんで、新しいのが。すげえな。でもこのアルバムの曲なんですけど、やっぱライブでもすごく人気な曲らしくて、やっぱりファンの方からはすごいリクエストも多かったので。結構あれじゃない、セクシー系なんじゃない。だから言ってしまえば、だからこのやっぱアイドルのさ、やっぱ強みというかさ、それをさ、やっぱかっこよさもね、あのストーンさん持ってるから、すげえ、このなんかあんま見たことないもん、こういう感じのこのキザな感じの感じ、そうそうそう、まあこれこそまさにアイドルって感じするけど。でこっからあのサビになるので、はい、あのまたこうちょっとこうクソンズらしさがガッて出てくる感じに。サビなんかまだサビじゃないんだ。そうですね、なってくるので。もう1分23まで来てるけどサビ来てないんだ。本当だ。あ、はい、やばいっすね。あー、いいね。あー、かっこいい。なんかさ、こういうだ踊れる人ってサビってあんまり歌わないよね。サビ来るとなんちゃらってやってこう踊るよね。あー、もう俺からしたら役目なしになっちゃうから、俺なんかサビ歌わなかったら傍観になっちゃう。こういうサビの踊りになった瞬間に踊ってるのあれが合うのいいよね。さっきまでバラバラだったのがみんな踊り一緒みたいなさ、今止めたとこめちゃめちゃジャンプしてる。これ誰だ、すげえジャンプしてる。あ、うえー、うわー、シンクロさんかっこいいよ今の。これきつかったな、こういうのバスケであったな、トレーニングで。こういうやつディフェンスの練習。そうそうそう、これ相当きついよ体幹が。いや、これでも森本さんマジかっこいいよ。目いくもん。いいね、北斗さんの歌声にハマりつつあるからな、これ綺麗。このなんか不思議な感じのメロディーに合うよね、北斗さんのね、このね、神秘的。はい、ジュリー、ジュリーさんが持ってるサングラスなんて俺と色一緒だよ、マジで。たまたま今日してないけど、レイバンだったら一緒。あれ、縁がゴールドだ。コーチさんかっこいい。コーチさん、コーチさんってなんかね、ちょっと可愛い感じ見えるんだろ、俺。顔が可愛いのかな。わ、すごい、今のシャウト。ジェシーさんの。ジェシーさんはね、こう、いろんなことができるね、この人は。うわ、これ結構さ、森本さんさ、わりかしメインっぽくなってない？そうですね、なってるよね。大事なところで真ん中に戻ってくるみたいな感じが。いるよね。なんか森本さんってあれですよね、男ファン多そうじゃない？同性のファンが、いや、もちろん女性からもかっこいいと思われてると思いますけど、うん、なんか男性がこうグッとくるような仕草とかすごいする感じします。ああ、なるほどね。はい、今のジュリーの笑ってんのかっこいい。ちょっと息切れしてる。あー、出た、またジェシーさん舌出しただけで、ジェシーさん舌出しただけで湧くんだな。東京ドーム水没しちゃうよ。ほんとにすごいかっこいい。
あー、この踊りよくあるね、これ。うわうわイエーうわ、これ行ったら筋肉痛だろうな、次の日。うわあ、このね、今のカメラも一緒にこうね揺れてるのかっこいいよ、これカメラマンだってね、命張ってんだよ。トノブ揺れてる。この踊りながらやっぱ笑顔の森本さんいいね。うえやばいね、終わり方やばいっすね。やばいね、これいいね。結構ダンスチューンな曲って僕は割と歌がですね、こう好きだから、歌ないんだったらうんってなっちゃうんだけど、でもこれもうすごいやっぱいいですよ。この格好者に負けちゃうよ、そんな泣くたって。でやっぱ一人一人のそのこの表情がやっぱ素晴らしい。アイドルがとかじゃなくて、やっぱストーンズさんが素晴らしいと思うね、これね。これ、やっぱ素晴らしいよ。表情だけで楽しませてくれるもん。メンバーそれぞれの、こう、バリエーションの笑顔とか、のがあるから、すごい、もうこれはね、おすすめの動画でございます。素晴らしかったです、今回は。このストーンズさんの、Outrageous From Live DVD Blu-ray Disc 完成の法則 In Dome 2023年4月23日の東京ドームの動画でした。皆さんもぜひともこれは、ストーンズさんのチャンネル行って、いいところで止めてね、またね、楽しみ方あるから。皆さんぜひとも見てみてください。そして、この C チャンネル、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。マジでお願いいたします。皆様、ついてきてください。よろしくお願いします。Cチャンネルでした。バイバイ。Cチャンネル、ご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。よろしくねー。